シュラタンです。今日は結構何回かやったりとかしてるんですけど、またお家で過ごす日の、まあ、Vlog 的な感じ、お家 Vlog みたいな感じで撮っていこうかなって思ってます。で、私は本当にお恥ずかしながら昨日寝落ちをしてしまったので朝風呂をしました。今日は結構私あるんですよ、寝落ちしちゃうこと。しかも夏の時期に寝落ちするなんて本当に考えられないんですけど、まあでも昨日は別にそこまで外にも出てないし、そういう問題わかんないけど出てないし、まあ、そこまで汗はかいていなかったと思うので、まあギリセーフって感じですかね。で、今は髪の毛を乾かし終わってちょっとスキンケアもしていこうかななんて思ってるんですけど、最近使ってるスキンケアがめちゃくちゃいいなと思って、もうみんなに紹介しようと思うんだけど、このね、じゃじゃん、サムバイミーっていう、これは韓国のねブランドのスキンケアなんですけど、すごいこれを最近は使ってて、もう多分半分ぐらい使ってる。こっちがトナーなんですけど、これも半分ぐらいもなくなって、クリームもねあとほんと少しになってきたんですけど、これがめっちゃいいの。ちなみに名前が AHA BHA PHA 13 Days ミラクルトナーっていうやつなんですけど、ほんといろんな成分が入っていて、使ってて最近めっちゃ肌の調子がいいってなって、これはまあ朝夜どっちも使ってるんだけど、私は特にこの鼻の黒ずみとか、なんかここのなんて言うんだろう、ゴワつき、ザラつきみたいなのが本当に減って、結構ね今滑らかな感じになってて、私肌の中で気になるの一番この鼻のとこだったんですけど、すごいそこが調子よくて、最近めっちゃこれお気に入りで使ってます。この前の旅行にも持って行ったし、帰省にも持って行ったし、結構なんかちっちゃめだから私はそれがすごく気に入っております。ちなみにテクスチャーはなんかサラサラめというかさっぱり系なんですけど、でも肌にのせていくとちょっととろみのある感じで、いい感じにこう浸透してくれつつもちゃんと保湿もしてくれてる感じがあって、テクスチャーも私すごい好みです。これで、この後にこのクリームを塗ります。 AHA BHA PHA 13 Days ミラクルクリームです。クリームはちなみにこんな感じ、ちょっとジェルっぽい感じかな、割とみずみずしい感じで、もうほんとあとちょっとになっちゃったんですけど、これはね、そうみずみずしい感じなので結構たっぷり私はいつも使っちゃってるかも。こんな感じで取って、まあ、今の時期とかってちょっとこう、なんて言うんだろう、あまりこう、こってりしすぎてるクリームだと、ちょっと私的に重いなって感じることもあるので、こんぐらいさっぱりしてた方が使いやすくて、朝でもしっかりこう、クリームで閉じ込めることができるので、最近マジ大愛用してるこれ。香りもすごいなんかミント系っていうか、札幌系で、すごい、夏にも爽やかな感じで使えていいです。ちなみにこのクリームもどっちかっていうと鎮静というかニキビ肌だったり敏感な肌の方の方がより効果を実感しやすいかなっていう感じかな。私は季節の変わり目とかで肌が敏感になってきているので、今の時期にもすごくぴったりなスキンケアで、私は、まあ、夜とかはこれに、まあ、ちょっと保湿をしっかりできるようなパックをしたりとか、あとは美容液をこのクリームとトナーの間に塗ったりとかっていう感じで、一応肌の状態見ながら調節してるっていう感じかな、まあ、でも朝は基本的にこの2つでもうスキンケアは仕上げてます。なんか髪の毛がだいぶ伸びてきたと思いません？前髪も結構ねまだ伸ばし中なんですけど、そうこの前ストーリーでアンケート取ったらロング派というか伸ばす方が多くて、ちょっと伸ばそうと思って単純なので伸ばし中。ちなみにもうグリーンは結構落ちてきましたね。暑い、洗面所ってなんでこんなに暑いんだろう、さっきお風呂入ったからかなよし、こんな感じで、なんか肌が本当に生き返る感じがする。スキンケアって本当にやる前はちょっとめんどくさいなとか思っちゃうけど、やった後のこのなんか肌がすごい自信を持つ感じとかめっちゃ好き。あ、でそうだ、ちょっと今日は割と家にいる予定なんですけど、なんかやっぱ家の中でも
UV ケアをした方がいいっていうお話聞きません？よく窓辺とかにいると焼けちゃうみたいな感じで聞くことが多いので、一応私は本当全身とかには塗る気力はないんですけど、もうせめても顔だけは、後々シミになっちゃったりとかしても嫌なので、顔だけはね、あの日焼け止めを塗ろうと思って、で、それも、もうサムバイミーの日焼け止めも最近めっちゃ使ってます。メイク前とかにももちろん使ったりするんですけど、この日焼け止めもね、とても良くてですね、なんか見た目っていうか、色はもうほんと真っ白なんですけど、結構トーンアップをしっかりしてくれて、あ、名前がフルーシカミネラルカーミングトーンアップサンクリームってやつで SPF50+PA4+ なので、もう最強ですよね。ほんと UV ケアもしっかりとできます。つけ心地的にはどっちかっていうと軽めな感じでつけられて、変に白くなったりすることもないし、でもトーンアップはしっかりしてくれて、すごいこうカバーをしてくれるから、これ1本でもほんと肌綺麗に見えると思うから、なんかすっぴんの時とかにも私はもうこれだけで出かけるっていうこともある。みんなってなんかスキンケアとか結構ライン使いするタイプですか、それともまあいろんなものを使うタイプかな。私結構なんかやっぱライン使いした方が効果感じやすいのかなとかって思っちゃうんですけど、よしこんな感じでスキンケア終わり、さっぱりスッキリって感じで、じゃあ朝ごはんを作っていきたいと思います。まあ、朝ごはんっていうかもう結構ブランチ的な時間帯になっちゃったんですけど、今日は、まあ、何回か YouTube でも何回か YouTube でも出てきてるんですけど、私のお気に入りの朝ごはんのアボカドトーストを作っていこうと思います。でもちょっと久しぶりかも、最近そんなにアボカドトースト作ってなかったな。そういえば最近あの旅行にも行って、台湾旅行に行ったんですけど、旅行にも行って、ね、で帰省もしてたので、シンプルに食べ過ぎなんですね。絶対的にめちゃくちゃ食べちゃったので、このお休み期間、お盆休みか、なのでちょっとね、今制限もしていかないとなということで、朝ごはんは最近は結構和食とかも多かったですね。ご飯にお味噌汁に明太子とかマジ簡単な感じだけど、なのでちょっと今日は久しぶりにトーストを食べたいなと思って、アボカドは結構むくみとかを改善してくれるので健康的なものなので、アボカドトーストはね、朝とかめっちゃいいと思います。ある程度こんな感じで潰せましたら、じゃん。パンもやっぱりちょっとグルテンがあれ気になっちゃうので、全粒粉も入ってるよっていうちょっとヘルシーなものを使っていきます。このパン私結構好きなんですよね。普通にスーパーとかに売ってると思うんですけど、美味しい。なんか人間の味覚ってほんと不思議じゃないですか。私ちっちゃい時なんてこういう、なんて言うんだろう、ちょっと変わったっていうか、ご飯とかでも雑穀米とかあんま好きじゃなかったんですけど、大人になるとこういうのが体にもいいなっていう面ももちろん多分あると思うんですけど、なんか自然と好きになって、雑穀米とかがあったら絶対こう白米とかよりもそっちを選ぶぐらい、最近はもうこういったものが好きになりました。不思議ですよね。なんかこんな時本当家で雑穀米炊かれた時絶望的だったもんな。なんかなんで普通のご飯じゃないのって思ってた気がする。確か私はここに贅沢にちょっとトリュフオイルをさらんと垂らします。あ、やばい、かけすぎた。そしたらこのマジックソルト、まあ、塩コショウとかでもいいんですけど、私はマジックソルト好きなので、これをパラパラっと、最後ブラックペッパーちょっとかけます。私それで言うと子供の時からずっと食べれないものがあるんですけど、生のトマトが本当に食べれない。今になっても本当に食べれない。そしたらこれトーストします。だいたい2分半ぐらいかな。そう、生のトマトだけが本当に食べれなくて、よくトマト、生のトマト嫌いな人で食感がダメっていう人もいるじゃないですか。私食感は別にそんなに嫌だなって思ったことないんですけど、味が本当にダメで、なんか加熱してあれば大丈夫なんですよ。ケチャップとかトマトソースとか、なんかピザとかにたまに乗ってるこうちょっともうぐじゅぐじゅっとしたトマトとかは大丈夫なんですけど、本当に生がダメで、生のあの青臭さっていうかがどうしても克服できなくて、なんかめっちゃ意外って言われるんですよ。
なんか見た目的に多分トマト好きそうに思われるんですよね、よく。それもまあ食べれるようになりたいなと思うんですよね。なんかみんな冷やしトマトとかって頼んだじゃないですか、結構。それ見てて、なんか塩とかかけて食べてる人とか見ると、わ、なんか美味しそうだなとは思うんですけど、やっぱ食べてみると無理で。ちっちゃい時になんかめっちゃ甘い、もうほんとフルーツトマトみたいなやつを一回食べたことがあって、それはね、ギリ食べれたんですよね。だからほんともう、めっちゃ甘いとかなら食べれるけど、ちょっとやっぱあの青臭さがどうしても好きになれなくて、これは多分もう克服できないんじゃないかなって思ってます、死ぬまで。あ、いい香りがしてきた。あ、焼けたー。オープン。わー、美味しそう。よいしょ。出来上がりました。ということで、アボカドトースト完成しました。はい、じゃあアボカドトースト完成したので朝ごはん食べたいと思います。ブランチか。いただきます。このカップで前のポップアップの時にいただきました。ありがとうございます。めっちゃ使ってる。じゃあいただきます。美味しそう。久しぶりだ、アボカドトースト。ナイフとフォーク一応持ってきたけど、普通にかじった方が食べやすそう。私昨日の夜何も食べてなくてめっちゃお腹空いてたから、やっと食にありつけた感じがしてめっちゃ美味しいです。あ、そうだ、これね、台湾で作ったお皿なんですけど、めっちゃ可愛くないですか。どうだろうな、Vlog 結構今長尺になっちゃってて編集時間かかってるので、もしかしたらこの動画が先に上がってるかな、どうだろう、分かんないんですけど、まあでも Vlog でも出るんですけど、そう、すごいお気に入りのお皿できて、でも今何に使うかめっちゃ悩んでて、なんかまあ置いてても可愛いなと思って、とりあえず置いてはいるんですけど、もうちょっとなんか置き方とか考えたいなって思ってる。どうしようかな、ちょっともう手で食べちゃいます。あ、ちなみに今日は本当にもう一日中すっぴんだと思います。この状態で動画撮ることになると思うんですけど、今日はまあでも気ままに過ごそうかなっていう感じです。もちろん編集とかもあるんですけど、普段家で何してるのって聞かれることも多いので、気ままに過ごしてそれを撮っていけたらなって思ってます。まあ軽くお部屋の整理掃除と、あとオンラインショッピングをねしようかなと思ってて、動画撮りながらやっても面白そうかなと思って、それも一応考えたりはしてます。あとはどうしようか、まだ決めてないんですけど、あ、そんな感じでやっていこうかな。じゃあ朝ごはんこのまま食べていきたいと思います。お米が切れていたのでお米を炊きたいと思います。最近私あのストーブあるじゃないですか、お鍋、あれで炊くのがすごい好きで、美味しくてめちゃくちゃそれで炊くので、ちょっと玄米をつけ置きしといて、また後でこれを炊いていきます。
て、これ最近新しく買ったスリッパ、すごいふかふかで、お、怪我がお見苦しいですね。すごいふわふわな感じでめちゃくちゃ気に入ってます。お、ゴミが、はい、ということで、ちょっと今洗濯物とかも終わって一段落つけたので、さっき言ってたオンラインショッピングをしていきたいなって思います。本当に私はショッピング中毒なので、常に何か可愛いものがないかと探しているんですけれども、とりあえずなんかまあいろいろ見ていこうかなって思います。最近私ザラあんま見てなくて、ちょっと久しぶりに見ようかな。もうやっぱ結構秋物が多いですね。まあ、今からお買い物ってなるとやっぱ着物か。でもまだ夏服欲しいような気もしちゃう。今年マジで夏どんだけ続くんだろうな。気づけばもう8月も終わりなんですけど、早っ。待って、9、10、11、12、あと4ヶ月今年、早すぎて無理。あー、でもやっぱ着物かわいいな。これも超かわいい、なんか形が面白い。そろそろな、秋服も準備しないと。あ、でもそう、私がプロデュースしているブランドペンモアが、そう、秋物を今作っていて、もう少しで多分お見せできるんじゃないかなって思ってるんですけど、ちょっとそれもたくさん可愛いのあるので、それもみんなに見てほしいかも。早くお見せしたい。マジでめっちゃ可愛いので、お楽しみに。これもめっちゃ可愛いな、レザースカート。なんかやっぱレザーとかってちょっとこう AW 感があるから、秋の初めとか、それこそ10月とか、なんかまだちょっと暑い時もあるけど、でもちょっと秋楽しみ始めたいみたいな時とかにめっちゃ使えるし、これとかミニスカだからすごい良さそう。あー、やばい、可愛いのめっちゃあるじゃん。そう、見ちゃうとね、やっぱ欲しくなっちゃうからあんまり見ないようにしてたんだけど、久しぶりに見てみたらやっぱ可愛いな。あ、でもやっぱ引き続きデニム系とかも多いし、メタリックとかもやっぱ多いですね。ちょっとキラッとした素材感のやつとかもまだ流行るみたい。完了注文しちゃいました。楽しみ、届くの。またそれはなんか購入品とか撮ろうかなって思ってます。ちょっと ZOZO とかも見てみようかな、久しぶりに。このベストもめっちゃ可愛い、色もすごい可愛いし、このファーの感じとかめっちゃタイプ感。可愛いな、これ。よし、じゃあちょっとお仕事をしたいと思います。編集します。先ほどつけていたこの玄米炊いていこうと思います。使うお鍋が、よいしょ、こちらです。じゃーん、ストーブ。この中にさっきつけていたこちらのお米を入れます。で、これで
中火でちょっと一回火をかけます。ちょっとふつふつしてきたので軽くこれを混ぜて蓋をします。まあ、1分ぐらいちょっと待ってギリギリ吹きこぼれないぐらい待って弱火で10分炊きます。で火を止めて20分ぐらいこの蓋をしたまま開けないで蒸らして炊き上がりっていう感じです。はい、ということでご飯が炊けました。開けてみたいと思います。いきます、せーの、じゃじゃーん、うん、美味しそう、いい感じ。よし、じゃあもうお昼ご飯そのまま食べちゃおうかな。お腹すいたので炊きたてご飯だ、やった。腸活丼みたいな感じのご飯にしよう。ご飯の上にこのキムチを乗せます。そしてめかぶ、めっちゃ簡単ご飯だけど一人暮らしのご飯なんてこんな感じですよね。あ、で納豆を今から入れます。納豆ね、この前ジムに行った時に立ち方を気をつけるだけでもボディラインが全然変わって見えるっていうので、もともとバレー部っていうのもあってすごいこう内に入りやすくて、膝が膝をまっすぐにするだけでこう後ろから見た時のヒップの形も全然変わってくるんですよね。でまっすぐにして立とうとするとめっちゃお腹使う。今まで私本当にインナーマッスルが全然なくて悩んでたんですけど、立ち方の問題だったかもしれない。友達方すると本当に超お腹でバランス取る感じになるから、最近はそれをちょっと意識して頑張って膝をまっすぐ向けて立つように心がけようかなって思ってます。いや、足本当まっすぐなりたいな。やっぱまっすぐな足の方が綺麗だから。さっきの朝食べたアボカドトーストの残りの半分のこのアボカドもちょっと乗せていこうかなって思います。味付けはもうほんとこのキムチとあとメカブも納豆も味付けのやつなので、特にここからまたさらに味付けはしなくても大丈夫かなと思います。ここに温玉を乗せます。そして私の大好きな海苔もちょっと乗せようかな。よし、できたできた、じゃじゃーん、完成、腸活丼。はい、ということでお昼ご飯食べていきたいと思います。いただきます。美味しそう。私はもうこれはぐちゃぐちゃっと混ぜて食べるのが好きです。あ、嬉しい。いつもご飯なんか冷凍とかたまにチンのご飯とかも買ったりするんですけど、今日炊きたてだから美味しそう、嬉しい。こんなんね、もうほんと超2位に決まってるじゃないですか。やっぱ腸活はしていかないとあれなので、ネバネバとか発酵食品とか積極的に摂りたいなと思っております。じゃあいただきます。うん、ご飯もいい感じです、美味しい。アボカド抜きでも全然美味しいから、アボカドなしだったらコンビニでも揃っちゃうと思うし、簡単にできておすすめ。ペロリだなこんなの。では昼ご飯もこんな感じで食べていきたいと思います。はい、ということで編集とかをずっと今やってたんですけれども、最近私ちょっとハマってるものがあって、それが何かっていうとタピオカにハマってます。そう、最近なんかめちゃくちゃタピオカにハマってて、っていうのもこの前のその台湾旅行行った時に超久しぶりにタピオカ飲んだんですけど、わ、やっぱ美味しいわってなって、最近本当に毎日のようにタピオカを飲んでるんです。で今日もまたタピオカ飲みたくなってきたので、今からちょっと買いに行こうかなって思います。本当タピオカだけ買いに行くだけなので、
からこのまま出ちゃおうかなと思うんだけど、私のお気に入りのトッピングとかも紹介しようかなって思います。はい、ということでこんな感じでタピオカ買ってきます。はい、買ってきました。ゲット、嬉しい。でも聞いてください、私の一番好きなものがソールドアウトになってました。これゴンチャなんですけど、私ジャスミングリーンティーがめちゃくちゃ好きで、ゴンチャのストレートティーなんですけど、それもいつも頼んでたんですけど、なんか私レギュラーメニューだと思ってたけど、シーズンメニューなのかな、なんか季節のおすすめみたいなのにあったけど、ソールドアウトになってて、と思って、本当だったらジャスミングリーンティーの甘さゼロに、おっしゃってください、くそ、ジャスミングリーティーの甘さゼロにパールタピオカとアロエットナタデココをトッピングするのが私が大好きなんですけど、もうトッピングでえらいことになるんですけど、それがすごい好きで昔から、それを最近もう何回か頼んでたんですけど、なんとソールドアウトになってました今日。悲しいと思って、だからちょっとトッピングは変えずに、このアロエットタピオカとナタデココ入り でウーロンティーにしてみました。美味しいかな、美味しいよね多分。じゃあちょっと飲んでみよう。いただきます。ちなみに甘さゼロです、これも。うん、うん、美味しい。このトッピングにめっちゃ甘さがあるのでついてるから、ティーは無糖でも全然甘くていいぐらいの甘さで美味しい。うん、トッピング多すぎだろっていう。ちなみにとあるものが届きました。なんか私の好きな韓国のインフルエンサーさんがいるんですけど、その方が監修したリップが最近出たんですけど、ずっと欲しくてやっとゲットしました。こんな感じのこのリップ、かわいい。ツヤ系のリップですごい可愛かったんですよ。なんかその質感と色も可愛くて2色ゲットしてみました。こんな感じの色です。かわいい、どっちもつけるの楽しみ。ということで私は今からまたちょっと編集をしたいと思います。例えば最近私ちょっとお部屋の中でお気に入りの場所があって、ちょっとそれをみんなに紹介しようかなって思います。じゃじゃーん、こちらです。これ自分でポスター印刷して作ってるんですけど、なんか友達とかと撮った写真とか、あとお気に入りのこれ可愛いんですけど、めっちゃポストカードでそういうやつとかをちょっと貼って、ポスターに貼ってこんな感じで作ってます。かわいい、お気に入りなんです。これが最近デジカメを購入して、デジカメで撮った写真とかをこんな感じでいっぱい貼ってます。これプリクラ。ということで最近の私のお気に入りゾーンはこちらです。もっと増やしていきたいなって思ってます。ということで今回はこんな感じで私のお家での様子を撮っていきました。本当に気ままに過ごしてみたんですけど、何回かまあ動画にもこうやって YouTube 上げてると思うんですけど、こういった動画好きって言ってくれる方も結構いらっしゃるので、今回はまた撮っていきました。ちなみに一番最初に使ってたスキンケアなんですけど、サムバイミーのあのスキンケア、この3つかな、今回これご提供をいただいていて、私が実際に使ってみてすごく良かったなと思ったので動画をこうして作らせていただいたんですけど、これちょっとでも気になったっていう方はぜひ概要欄に URL 貼っておくので、そこからぜひ見てみてほしいです。私も本当にリアルに愛用していて、すごく好きな製品たちだったので、ちょっとこうして紹介したいなって思ったし、みんなにもぜひ使ってみてほしいなって思います。ちなみに9月の1日からみんな目変わりが始まるんですけど、その目変わりでもこのね商品がお得に買えるので、最大 40% オフとかに
なっているみたいなので、セットとかもねあったりするんですけど、すごくお得にゲットできるみたいなので、気になった方はぜひ見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じでおうち Vlog を撮っていきました。私の普段の生活、リアルな生活はこんな感じです。またなんか日を明けてちょこちょここういったおうち Vlog 撮っていきたいなっていう風にも思ってます。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。